love you baby。 カタカナっていうのはまたいいですね。 I love you baby。 なんかロックなだけじゃないですよね。自分語りをされてるだけじゃない気持ちになるっていうか、なんかそれがすごく魅力的だなって感じてます。カクテルパーティー効果っていうのが好きで、どんなにうるさいパーティーでも本当に聞きたい言葉だったら聞こえてくるっていう、すごい盛大なパーティーをしたいんだけど、本当に聞きたい言葉が届くように歌いたいなと思ってて、この言葉が必要な人がいるんじゃないかと信じたいっていう、男になりたかったな。なんでこうなっちゃったんですかね。